これはクジラの声。この52ヘルツのクジラの鳴き声は他のクジラたちには聞こえない。世界で一番孤独なクジラって言われてるんだ。お父さん、お父さん、誤嚥性肺炎を起こしてます。あんたのせいよ。お父さん殺そうとしたんでしょう。お子さん預かってます。あんなもん産むんやなかった。あいつは虫けらみたいにポケットしちゃうんだけや。違うよ。ねえどうした、あんた変だよ。なんで死のうとしたの。お母さんがお父さんじゃなくて私が死ねって、お前が死ねって、だから私死の。もういい。三島さん、新しい人生を生きてみようよ。生きたい。もうキコさんを自由にしてあげてください。人はきっと生まれ変われる。僕の恋人は幸せにしてあげたいんです。切ない痛みの先で人はもっと優しくなれる。僕はキナコの幸せを祈ってる。その声はきっと届く。なんか資格を決めたんだよ。聞かせてよあんたの声を。私が守るから。52Hz のクジラたち。